こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、スナップオンのスイベルヘッドラチェット、4分の1サイズですけど8分の3ということで、こちらを紹介したいと思います。スイベルラチェットのポイントなどもいろいろとありますけれども、お伝えしたいことは1つ、はい、樹脂グリップということですね。コンパクトヘッド8分の3のスイベルラチェット、とても人気で、一般的によく見るのはこちらの、ソフトグリップタイプですよね、はい、これ、皆さんよく使われていると思います。でたまに入荷するのがこちらの樹脂グリップで、やっぱりちょっと人と違うのがいいとか、やっぱりこの樹脂グリップに馴染みのある方はね、これ欲しいですよね、人気があります、はい、でもねちょっとだけね比べるとね短いです。まあ、この短いのがいい悪い、人それぞれかと思いますけど、ちょっとだけね短くなってます、はい、それとよく聞かれるんですけれども、このタイプ、このラチェットを持ってるんですがこのグリップに付け替えれますかって言われるんですけど、基本的にね中がですね長さがちょっと違うんでそのままではねつきません、はい、なので、ちょっとね自分で改造するしかないかと思うんですけど、基本的にはつ、かないと思っていただいた方がいいと思います、はい。こちらのタイプはここは赤とか緑とかオレンジとかあるんで、それでね、変えることはできますけども、このタイプをこのグリップにすることはちょっとね難しいと思っていただいた方がいいと思います。はい、器用な方はね変えてる方もいらっしゃるかと思いますけどね、はい、そんなですね樹脂グリップ、他の色はないのって言われるんですけれども、今のところグリーンのみです。はい、部品としてはいろんな色ありますけど、製品として出てるのはグリーンのみですね。で8分の3がありますんで当然4分の1もあります。こちらもやっぱりグリーンのみになっていますね。はい、スナップオンの、スイベルラチェットで、樹脂グリップが好きな方ですね、これたまに入荷します。ですからファクトリーギア各店でもある時とない時と、通販でもある時とない時とありますけれども、お取り寄せはねもちろんできますので、その時はお気軽にお問い合わせいただければなと思います。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはスナップオンのスイベルヘッドラチェット、コンパクトタイプの樹脂グリップ